勢いでここまで来ちゃったけど、ここに来たところでお外に出られるわけじゃないのに。すいません、誰かいませんか？急に冷静になってきた。そういえばリアネ、何か言いかけてたっけ？誰もいないみたいだよ。そのようですね。待ちなさい。どうして爆弾を取り出しているのですか？ん？誰もいないなら爆破しちゃえばいいかなって。何か聞こえるような。今からこの扉爆破するので、もし誰かいたら気をつけてくださいね。成功成功。ソフィー、あまりにも無計画すぎませんか？もし誰かに怪我でもさせていたら。大丈夫大丈夫、人がいないことは確認したし。ソフィー、大丈夫、確かこんなこともあろうかと。ほら、あった、これを使えば。これで元通りだね。私、夢でも見てるのかな。扉が吹き飛んだと思う。あの、あなたたちは。私はソフィーっていうの。こっちは。クラフタと申します。以後、お見知りおきを。それで、あなたのお名前は？私、フィリスって言います。フィリスちゃん、だね。よろしく。
ですか？私？錬金術師だよ。錬金術師。うん、錬金術師っていうのは錬金術を使う人で、錬金術っていうのは待ちなさい、ソフィー。フィリスが混乱しています。すみません。いろいろ急すぎて。あ、ごめん。説明するより、見せた方が早いかな。ねえ、フィリスちゃん。この近くにテントを張れそうな場所ってある？ですか？うちの近くの空き地なら多分。本当？悪いんだけど、そこまで案内してもらえるかな？あ、はい、構いませんよ。すみません。それではよろしくお願いします。びっくりしたけど、悪い人たちじゃないみたい。扉を簡単に壊しちゃうなんて。これが錬金術。それを確かめるためにも二人を空き地まで連れて行かないと。ねえ、フィリスちゃんってここの人なんだよね。ここってエルトナで合ってる？はい、合ってますよ。よかった。確かいろんな鉱石が取れる町なんだよね。そうなんです。実は私も鉱石拾いのお仕事だったり。宝石拾い？はい、そんなことをしてるの私だけなんですけど、他の人はちゃんとツルハシで掘ってますし。あれ、そうなんだ。ツルハシを使わない理由でもあるの？いらないからです。掘らなくても鉱石がある場所がわかるから。わかる？私、鉱石の場所が聞こえるんです。鉱石がここにいるよって言ってる感じっていうか。クラフト、それって。ええ、おそらくは。ごめんなさい、変なこと言っちゃって。ううん、変なんかじゃないよ。それはきっとフィリスちゃんの才能だから。ソフィーの言う通りです。その稀有な才能、ぜひ大切にしてくださいね。